金沢港で市内3つの消防署などが参加し、災害時に使用する特殊な車両の習熟訓練を合同で行いました。訓練は特別防災区域に指定されている金沢港の石油コンビナートで行われました。特殊な車両の習熟や消防隊の連携が目的で、金沢市の金岩、駅西、中央、そして内灘町消防署から危険物施設の消火などに使われる化学車やはしご車などが集合しました。訓練では石油基地ならではの給水設備の取り扱いを確認したほか、それぞれの消防隊が連携し、実際に泡消火薬剤を発泡しました。金沢市内に3つの消防署がありまして、それぞれでの管轄内で活動しておりますので、管轄の枠を超えた形で連携の訓練をするために今回企画いたしました。この訓練は明日も行われ、今年秋には石油コンビナートでの火災を想定した総合訓練も実施する予定です。